からね。そうね。ちょっと前にですね、はい、ラーメン二郎の画像をパッと見ただけで、うん、どこのお店なのかが分かるみたいなね、うん、ある方のツイートがこうバズったんですよ。それがちょっと流行って、僕に対してですね、果たして赤星さんもできるんですかみたいなのがちょっと要望が多かったんでね、なるほど、ちょっとこの度答えてみようかなという。それはもうもちろんだけど、もうやっちゃったの、もういやでもね、動画にはしてないです、はい、なんでだよ、なんで人知れずやってんの、勝手に。いや、勝手にやってんの。で、俺どんな問題かって自分でこう入れていくのかと思ったら3択だったから、それはもう分かりすぎちゃうよと。なるほどね。そうじゃあもうクイズなんてないじゃないか、できないじゃないか。あ、ちょっと待ってください。ええ僕ちょっとその情報入手してましたんでより難易度の高い1から答えるクイズ考えましたんで。え、過去に赤星が行ったね、お店をインスタに上げてるじゃないですか。まあ上げてます、はい。まあその、画像と、あと僕が個人的に行ってる店、うん、そっからも画像を持ってきましたんで、いただきます。はい、ではね、10問出しますから。10問はい、はい、ではいきます。お願いします。まず第1問お願いします。こちらです。あー、もう、はい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 。あ、マジで。マジ、すごいね。簡単なものを最初に出してくれたんですね。あ、マジ。あ、でもそう思ってくれるぐらい結構余裕なんだ。はい、余裕ですね。あ、じゃあ早速答えられちゃう。はい、答えられます。あ、特徴とかも。はい、うん、いや特徴もまず簡単なんだけど、はい、黒い油乗ってる、うん、って時点でもう2個しかない。はあ、あ、なるほど。そこでもうだいぶ絞られる。もう絞られます。ほうほう。で、あと器が青い、うん、って時点でもう100点ですもん。あ、もうそれは2個で。2個です。2個でいけんの。2個でいきます。じゃあちょっと正解の方は、はい、ラーメン二郎池袋東口店です。正解です。やった。ほらほら、まあ、そうですね。まあまあ、この調子でこれめちゃくちゃ簡単。ありがとうございます、はい、しかも角席ね、入って右側。そう、すごいわ。、うん、あ、店の位置まで。店の位置で2問目行こうか。はい、お願いします。はい、じゃあいきます。はい、2問目。じゃあ第2問いきます。お願いします。はい、こちらです。さあ、出ました。おー、どっちかな。あ、またどっち。おー、電源がないっす。まあでもこれはね、もしかしたら売ってないだけの可能性もありますけど。いや、こで、いや、うん、まあでもな、カウンターのね、うん、ちょっと奥ゆかしさがあるじゃないですか。はい、あ、奥ゆかしい、奥ゆかしい感じがあるんで、はい、じゃあ最近できた店ではない。店ではない。なるほど。器もね、この中華丼みたいなのを使ってるから、あ、これ使ってるのはあの店とあの店とあの店ぐらいしかない。館内の昔のやつは確かこれ、はあはあ、とあと川崎もこれだった気するんだけど、はあはあはあ、それから多分答えだと思ってるのがもう1店舗。え、はい、何ですか。ラーメン二郎三田本店。じゃあもうそれでいいですか。いいです。はい、いいですか。お願いします。正解です。おお、おお、すごい。よかったよかったよかった。いや、そう、いやでもね、いい問題の順番だと思う、これは。レンゲがないとかもね。てかもうこのラーメンの中身じゃなくて机とかさ。いやいや、そこなの。あと、まあ盛りがね、盛りが、うん、スープ、肉、野菜になるのは結構本店の特徴。おー、中に入りがちっていう。わ、すごいね。まあなので三田本店。いや、いい出題。あ、じゃあこれいけちゃうね。結構ね、いい出題ですね。これ本本出していきますか。じゃあ第3問目お願いします。いきます。こちらです。おお、なるほどなるほどなるほど。もう簡単すぎる。マジ。はい、俺赤星の立場だったら、はい、もうギブよ。え、ギブ。ギブですよ。俺もうさっきのと同じじゃんって言ってるわ。マジで。俺だったら、あー、これ簡単だ。え、簡単。めちゃくちゃ簡単っすね。じゃあちなみにどこを持ってそう思ったんですか。黄緑色のカゴがあるんで。え、そこはなんかさ、そっちか、どんじゃねえんだよ。もう簡単っすね。マジかよ。じゃあ答えは。これはもうラーメン所品川店です。正解です。マジ。黄緑のカゴはあります。はい、あります。この調味料のカゴはもうここにしかない。あ、ちょっと手がかり入れちゃったか。そう、俺そこ。マジか。まあ、あとね、木なんでね、このカウンターも一応。だから、ね、ずっと中身じゃねえんだよ。中身も込みでそう思った。まあまあね、これ一問目でもよかった。へぇ、初級でもよかった。次行こう。次行こう。4問目。はい、第4問目お願いします。こちらです。はい、あー、はは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 、
はあはあ、まあなんか僕らから見てもちょっと特徴はあるかなっていう感じがしますけどね。いやこれは大丈夫よ。えマジ、はい、特徴ですか。いやまずスープが結構乳化してるっていう点と、うん、あと角席である点と、あ角席もやっぱ角席である点と、店の構造がね、そう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 、あとこの木目調の中の一つ、はあ、あとね豚の盛り方がこう、うん、刺すタイプの、こうやってね、あそこにも特徴が出てくる、ここが特徴出てきてる、はい、乗せるタイプじゃなくてね、これね、でもうまかったっす。じゃあ答えは、ラーメン二郎前橋千代田商店です。正解です。おーすごい、いい、あそういい出題、ちゃんと当てるね。前橋か、これ、これが前橋です。はい、へー、行き過ぎてて、わかんないっす。じゃあ次行きましょうか。次行ってみましょうか、はい、ちょっとね、行きます、お願いします。こちらです。おーおー、はい、まあ、ちょっとヒントも含んでるかなっていう感じはしますけどね、はい、大ヒントが1個入っちゃってます、ね、あちなみに何ですか。魚粉。ああ確かにな、魚粉ですね、はいはいはい、はい、キャベツがやや多いというのも、うん、まあまあまあ、まあ、あと汁なしがあるっていうこと自体だけでも絞れてる。ああなるほどなるほどね。そうそうそう、ラーメン二郎神奈川一之江店、正解です。一の絵店、一の絵店、一の絵店は3回行って1回売り切れで2回しか食べれない。じゃあ2回しか行ってない、2回しか食べれてないです。はい、スーパー、はい、行きます。せーの、はい、行きましょう。あ、もうこんなんもう、え、嘘でしょ、 0.5 秒よ、マジで。マジかよ、おい、もう、もう答えていいよ。じゃあもう、じゃあラーメン嬢ひばりがおかきまいてんです。正解です。マジ簡単すぎる。ちなみにどこでそう思ったんですか。いやもう野菜の森がもうこれしかない、もう、あ、まあ、タワー状というか中心に寄っててタワーになってるっていう。あ、これはね、なしでもいいっす。いや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 、ちゃんと入れますよ、それ。あの多分全二郎で一番分かりやすいやん。あ、そう、まあ、マジか。じゃあ、はい、このタイミングがミスったから。いやもう分かんないよ、こっちは。あ、そうなんだ、うん、やっぱり、あーそっか、普通の人から見ると難しいのかな。いやそうだよ、やっぱり第7問目ドラミングしちゃう。せーの、うっ、あお、あ、あれ、まあね、汁らしいですよね、これだから。はい、あ、え、あ、ちょっと待って待って待って、え、でも、うん、ま、いや、でも、うん、これ2つよ、2つ、うん、あ、2つ、あの、めっちゃくちゃ行ってる中山か藤沢、うん、なんすよ、やっぱこのタイプの汁らしいっていうのは、うんうん、で、めっちゃくちゃ中山行ってるのに、うん、迷うっていうことは、うん、中山のカウンター普通だった気がするな。カウンターのこと真っ赤ってなると、ラーメン二郎、藤沢、湘南藤沢店。湘南藤沢店、正解です。おーい、じゃあほら、うわ、すごいな、やったー、ほら、そうよ、あ、そう、まあ、ちょいムズだったかな、なぜかというと1回しか行ってないから、まあ、個人的理由で、藤沢に、でも中山にいっぱい行ってるから分かったね、分かった、あ、そういうことね、2択に何度も行ってる、なるほどね。ということで藤沢店8問目行こう、8問目、8問目で、ちょっとね、うん、あとは応用編、応用編出させてもらっていいですか。応用編、はい、何ですか、まあ、ちょっとじゃあ見ても楽しみで、うわ、なんだこれ、え、怖っ、え、8問目です。えっ、うわ、券売機、はい、券売機、もうここまで当てちゃってるから、うわ、券売機でもいけんじゃないか、確かに、うん、あー、ちょっと迷いますね、これは。特徴あるな、うん、まあ、メニューとか、あとね、まずメニューが少ない、あー確かにね、メニュー少ないじゃん、うん、ダブルを売り切れにしてるとか、いや、俺あのフィギュアの時に、いや、そうだね、フィギュアじゃないの、フィギュア、だからここで当てるでしょ、フィギュアじゃないの、いや、フィギュアは時間帯によるし、これ売り切れてるの、いや、あの、じゃあダブルあえて設定せずに、あ、そうなの、そう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 、まあ、やっぱり残しちゃう人がいるから、本当に知ってる人だけ現金で受け付けますみたいなお店はある、そうなの、はい、はい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 、ここのね、うん、入り口、ここに反射して映ってる入り口のこの、うん、そっちフィギュアの方じゃなくて探偵みたいな手がかりを探してる感じだけど、クイタンじゃん、クイタン、いや
ちょっとでもこれむずいな。むずいよね。かなりと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いやもう全然考えてない。この感じ、神保町は入って左だから、ここには面してない。中山もっとフィギュアがある。目黒もこんなになってない。てか料金が違う。え？ん？目黒？あ、目、ん？いや違う違う、目黒は右側だから、ここにはない。あ、間取りも考えた。すごい。いいっすか？あ、いいっすよ。はい。三田本店。正解。マジで？うわ、すげえ。ほら。当てた。すげえ。券売機当てたぞ。券売機当てた。しかも間取りで当てた。フィギュアじゃなくて間取りで当てた。間取りで当てた。フィギュアはね、あんまり見てないんだよね、やっぱね。いや、だとしたらすごいよ。券売機に注目しちゃうからね。あ、そう。みんなちょっと、はい、次行きますよね。あ、行きますか、はい。ちょっと当てるってことが分かったから。はい、9問目いきます。はい。はい、はい、こちらです。あ、また券売機だ。はい。だから全然違うな。うん。やっぱ店によってね、ここまで違うかっていうのはね、確かにクイズにして改めて分かるというか。あ、でもこれ難しいっすね。あ、そう。ね、小ラーメンが7号、うん、豚小ラーメン8号。まあだから逆に奥まったところにあるっていうことなんですよね。あ、なるほどね。入り口から遠いっていう。そう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 。まずは間取り。つけ麺があって、つけ味ラーメンがある。ああ。はい、大丈夫です。おー、マジ？おー、マジで。はい、大丈夫でした。ラーメン二郎、栃木街道店。栃木街道店。え？不正解です。やっ、マジで？え？ここで。ここでか。ここでか。ちなみにこちら当てるまでいきます。当てるまでいきますか。当てるまでいく。栃木街道じゃないのか。あ、ごめん、栃木街道もっとメニューあるわ。じゃあ川崎じゃないし、だいたい豚漬け、汁なし。あっ、お、うん、お、もう手がかりをつかんだ。うん、なるほどね。お、じゃあ、はい、はい、はい、じゃあお願いします。目白台でどうでしょうか。正解です。おー、おー、すごいな。1ミスした。1ミスだな。目白台でもすげえな。なるほど。なんで目白台と栃木街道になったんですか。やっぱりね、つけ味のラーメンやってるんですよ、どっちも。栃木街道店。ああ、そうなんだ。目白台って確定したのは、確定したのは、壁が左側にあって。やっぱり結果間取りかい。間取りかよ、結局。あと、ここのね、注意書きとかが結構優しい。初めての学生とかがやっぱ多い。法政大学近いから。あ、そういった立地も。そう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 、やっぱり大学生って次々に新しい人入ってくるじゃん。だから初めての人が行きがちなのよ、やっぱり。だから注意書きは多くなるみたいな。間取りと立地、不動産。そうだね、完全に。いや、そんな、まあね、まあでもメジュラー2回しか行ってないから、ちょっと思いつくのに時間かかっちゃいました、ちょっと。なるほど、すいません。10問目いこう、はい、ラスト。最終問題です。うわ、なんだ。最終問題、こちら。おお、シンプルだな。シンプルだ。いや、シンプルでこれは難しいんじゃないかっていうことで最終問題にさせていただきました。これおもろいな。あれ、これむずいね。まあこの券売機自体がちょっと大きいじゃん。大きいんだ。大きい。これ分かんない。あれ、分かんない。まあ、拙者してるからさ。はい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 。すげえ。多分大丈夫だと思うんですけど。うん。あ、待って。お？トッピングある。よかった。お、どっちかだ。あ、どっちだ。二択までいけた。二択。二択はちなみに。難しい。越谷と、うん、新潟です。さっき出た。越谷か新潟。あ、なるほど。はあはあ、あれ、越谷もっと綺麗なやつって気がするな。まあ、年季が入った。はい。券売機だと。神保町、あと3択出てきた。越谷消します。越谷消します。はい、消します。わ、うん、かりました。
どっちだよ。わかんねんかい。やっぱむずいかこれ。あ、神保町じゃないわ。危ねえ、やった。神保町じゃない。じゃない。神保町あるわ。移転してからトッピングできたわ全然。あ、そう。おっしゃー。くん当てました。あ、本当に。新潟です。新潟。新潟ですね。ラーメン二郎新潟。はい。お願いします。はい。不正解。いや、こんだけやってこんだけやってさ。ちょっと待ってね。え、なんか忘れてるかな俺。ちょっと待って。うん。あ、じゃあもうほぼ本当に一択だったんだ。あ、わかった。あ、わかった。ここ忘れてた、あった。うわぁ、やられたわ。川崎だ、川崎。ほう。川崎どうですか？正解です。あー、でもすごい。やっべー、なんだよ。さんの父親。え、ちなみになんで？いや急に。いや、ただ、ただ忘れてただけ。あ、忘れてた。なんか要素があったけど、ただ、ただ忘れてた。ただ、ただ、普通に思い出せば川崎だわ、こんなん。うっかりミス。うっかりミスかよ。あ、でもまあ合ってますよ、川崎で。でしょ、まあ、新潟もっとでかいわ。でかいわ。あ、そう。お疲れ様でした。難かったな、川崎か。まあ、10問ね、終えましたけど。はい、えい、はい、どうでした、やってみて。どうだったか、うん、ごめんなさい、券売機もうちょっとよく見ます。まあ嫌だけどね。まあでも、どんぶりの問題は全問正解しましたからね。まあまあまあ、まあ、確かに、うん、いや、というわけでね、二郎クイズでございましたが、うん、なんかちょっと募集してみる、みんなから。ああ、いいっすね。これは答えられるかなみたいなね。そう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 、うん、確かに。どういう形式にするかあれだけど、うん、あ、うん、じゃあもし、うん、なんかこれ難しいだろっていうのがあったら、うん、ツイッターに僕に画像リンクしてもらえれば答えます。はい、どうせんちゃん、そんなところで、ラーメン二郎当てられるかなクイズでした。Thank you.